こんにちは、よしこです。今日は池上本門寺の梅園梅園かに来ました。動画を撮影している最中、喋りながら撮影すると変な人と思われるので、アフレコ形式にしました。こう門を入って、こう梅が咲いてる丘を階段で登ってくようになってるんですけど、もう実は結構梅の終わり頃なんですよね。ご存知だと思うんですけど、こんな感じで、まあ咲いてるけどちょっと見頃過ぎちゃったなーっていう感じになっちゃいました。すいません。そして野外で一人で撮影してるので、ちょっとカメラもスマホですしね、スタビライザーもないのでちょっと手ぶれが多いですけど、すいません。ねえ、見頃はもっとすごかったんでしょうけど、なんかある日暇で夕方ぐらいに、あ、そうだ、なんか池上本門寺の梅園梅園すごかったよって聞いたなと思って見に行ったんですけど、なんか閉園時間が4時半だから4時までしか入園できないんですよ。で、私到着したのが4時3分ぐらいだったんで、ギリギリ入れなかったんですよね。ガーンと思って、私ここ自転車で行ってたんですけど、自転車置き場に置いて梅園行ったら入れなくて、でもせっかく来たから、じゃあ池上本門寺にお参りだけしようかなと思って、その後歩いて、あ、ここちょっと丘の上ですね。綺麗な梅が見えます。なんか向こうの線路がなんか東急のなんか、なんなんですかね、あそこ、電車が休むとことかの線路なのか、電車がね通ってて、なんか面白かったですね。あ、そうそう、そんで池上本門寺にお参りして、で戻ってきたのが5時ぐらいだったんですけど、梅園の自転車置き場に。そしたらなんと、もう時間だから自転車置き場も閉まっちゃってて、自転車出せませんみたいになってて、でガーンとなって、まあ出せないから帰ろうと思って帰ったんですけど、まあでも自転車取りにね行かなきゃいけないから、次の日朝一で、朝一って言っても開園の時間がね9時からだったんで、あー綺麗な梅ですね。梅ってちょっとほんのり梅の匂いってあるじゃないですか。あれいいですよね。なんか風流な方が梅の匂いは酔うことができるみたいにおっしゃってるのを聞いて、あ、なるほど、確かにそういうなんかちょっとアロマっぽいっていうかね、梅って確かになんかいい匂いでふわーっと酔ったようないい気分になりますよね。そう、そんでなんだ、自転車、そうそう、で朝9時に開園だから朝9時に行って、で前日ね、
閉園しちゃって入れなかったんで、こうしてやっと入園して無事梅が見れてるっていう感じなんですけどね。本当はね、もうちょっとぶわーって咲いてるかなって思ってたんですけどね、私タイミングを逃して、あ、ほら、さっき言った東急の電車ですね。なんか、これ多分お客さん乗せて走ってるんじゃなくて、なんかこう なんなんすかね、これなんかちゃんと調べてからやれよって感じですけどね。なんか普通の電車じゃないっぽかったんですよね。なんか不思議な、なんか面白い、電車好きの人教えてください。そうで、いつも話がね中断しちゃうんですけどね。あ、そうそうそう、そんで9時に来て梅見てるよっていう動画ですこれ説明があれでしたけど、なんかこんな感じで、本当丘があって、その丘を階段を使って登って梅を見るって感じでしたね。で、この日はね、私バンブーっていう芸能事務所に席を置いてるんですけど、バンブーは結構若手のイケメン俳優さんが多い事務所でね、まあ俗に言う 2.5 次元とかいうイケメンさんが出る舞台に出演されてる俳優さんがねたくさんいらっしゃるんですけど、ちょうどこの日は同じ事務所の桜井ケイトさんっていう俳優さんが出演されている、今まさに本番真っ最中だと思うんですけど、シアター千住で、北千住のね、1010って書いて数字で千住っていう劇場でね、ソウガっていう、ソウって双子の双に牙で、ソウガ、あれ、これ映像ループしてますかね、なんかさっき見たような映像な気がする、違うかな、どうなってるかな。ほんとね、途中途中話が途切れて申し訳ないんですけれども、そうそう、ソウガっていう舞台をね見に行って、私いわゆるそういう 2.5 次元の、これが本当に 2.5 次元と呼ばれている舞台なのかどうかあれですけど、なんかそれを見に行って、でもすごいですよね、皆さん肉体をすごい訓練されてらっしゃるので、今回ソウガって結構時代劇みたいな感じなんですけど、盾ってあるじゃないですか、刀でチャンバラするやつ、そういうのももちろんふんだんに盛り込まれてるんですけど、パルクールってなんかこう、なんて言ったらいいんですかね、アクションっていうか、なんかこう走ったり飛んだり飛び越えたり飛び乗ったりみたいな、すごい動きするやつ、なんかそれも盛り込まれてるやつで、なんかそういう皆さんがめちゃくちゃ訓練鍛錬稽古してやってらっしゃるものなので、それを見るだけでもなんかね、わーすごいなーっていう、なんか非常に価値のあるものを見せていただいてるなーっていうね感じがして、私が出演している演劇的ワンシーン劇場
短編映画おもとの花踊るなんですけれども、今度は映画監督の今関明義監督からご感想をいただいたので、ご本人に許可をいただいて、おもとの花踊るの方のコメント欄に掲載させていただいてますので、もしよろしかったらコメント読んでいただきつつ、また本編もご覧になってみてください。今関監督のね、ウィットに富んだコメントがクスッと笑わせてくれると思います。こうしてね、なんか梅ちょっと季節が過ぎちゃったというかね、タイミング逃した時期になっちゃったんですけど、桜がね咲いたら今度は桜の満開のところをカメラに収めたいなと思ってるんですけどね。なんか梅もね、こうやって映像で見ると、肉眼で見るとね、もうちょっと咲いてる感じが見えたんですけどね、この日ちょっと曇り空だったんでね、そういった意味でも花曇りみたいな感じですけれども、桜はね、私毎年目黒川に行くのでね、目黒川を撮影したいなと思ってますよ。じゃあもうすぐ動画終わりそうなのでね、皆様花粉症に気をつけて、またお会いしましょう。